板宿八幡神社は、兵庫県神戸市須磨区板宿町にある神社。主催人配信、飛松天神社左大臣、藤原時平の残言により、太宰府に流された菅原道真は、九州に向かう、途中のある夜、須磨の裏局の風波が高かったため船待ちすることになった。里人たちは、現在の神社境内に、板で作った簡単な宿を用意して、 道真をもてなしたことが、板宿の地名の由来とされている。道真が、太宰府で亡くなった後、京都から松が道真を慕って飛んできたなどの伝説も残されている。ただし、これらは後世の創作であり、本来の地名由来は、板井戸村が喧嘩し、板宿になったものと考えられている。このような伝説が生まれたのは、正体の変によって、道真の息子が、 はり国に移されたことが背景になっているものと思われる。板宿の豪農である秋賢氏は、平の清盛の息子である宗盛の子孫とされているが、本来は古代豪族の石上氏より分かれた秋賢氏が正しいものである。しかしながら、平氏ではなく源氏の源の頼朝に関わりの深い神社である。本来は長田から板宿にかけて鎮守神は長田神社であった。 所在地交通アクセス、飛松のいわれ神戸市立飛松中学校向群、教育会、向群市兵庫県神社町、神戸の神社。ありがとうございます。